ではいつも通りヨッシナに。必ずや五感があるでしょう。まあ、しつけえな。寄るんじゃねえよ。こうが撃つ。どこまでも醜いな。これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。貴様ら王家この国もな。なんということだ。陛下のお命が奪われるなど。王子殿下に続いてこのような急ぎ世継ぎを決めねば王の魔法の継承が途切れて。そうなれば他国からの侵攻が。それだけではない。我が国は連合王国、悪くすれば内戦もあろう。国難にこそ我らは結束せねば。ボーデン陛下。誰がこのような。王の寝所に入れるものなど限られています。ですが。いや、陛下は王の魔法を継ぐ希代の魔導士、心臓を一突きなど並大抵のものでは。王子殿下を襲った族も突然城に現れた。神をも恐れの王族殺し。できる者がいるとすれば、ルイ。さて困りましたな。王子殿下はすでに創世。他に王位継承権のある方々には王の魔法をなす王爵を告げるほど素養ある御人はおられないようだ。こうなると果たして誰が次の王か。今から始まろうとしているのはメタファー・リ・ファンタジオのプロローグデモ版だ。収められているのは物語の最序盤のみになるが、基本的に製品版と同じ体験ができるだろう。なおセーブデータは製品版に引き継ぐことができる。幻想への好奇心に感謝する。誰かな。どこからか私を覗き見ているのは。君が何者かはわからないが、私たちの世界に関心があるのかい。興味深いね。名前を教えてくれないか。他の誰でもない、今こちらを見ている君自身の本当の名前を。珍しい響きだ。こちらの世界ではあまり聞かない。なるほど、君は異教の住人らしい。私のいる世界の出来事は君にとっては絵空事、別の地平の物語、すなわち幻想だ。だが全てが君とは無関係だと言い切れるだろうか。こちらの世界に触れようとしているなら初めに聞いておこう。幻想とは現実に影響をもたらさない無力な作り物か。ただの夢物語ではなく、幻想が己の生きる現実に何かをもたらすこともある。君はそう信じているわけか。私には未だ答えがわからない。だがもしも幻想とは世界がこのままである必要はないという願いなのだとすれば、幻想こそが世界をも作り変える新たな現実となるかもしれない。それを確かめるため、君が体験しようとする物語を
見守ってみることにしよう。それでは始まりだ。うまく入り込めたね。ここを抜ければもうすぐ王都よ。本当なのか、王様が死んだって。軍は葬式の支度に兵を取られて治安は最悪。ただでさえ妙な怪物が出るとかで兵隊が足りんのに。怪物か。確かに近頃噂を聞くな。おまけに王には世継ぎがいない。後釜争いで揉めるだろう。思いやられるぜ。なになに、凱旋者。諸君、我々は義勇団である。王家も政教ももはや救いにならぬ。軍神ルイ様の世が来るぞ。資金と忠誠を捧げよ。従う者は守る。だが逆らえば。波動機族のくせに。ほら出せよ、早速やっしょ。次。お前、こりゃ珍しい。エルダ族か。本当だ。角も長い耳もね。汚れた種族だ。王都に何の用だ。おっと、なんだ、生意気にこんなもん持ちやがって。治安悪すぎでしょ。軍神ルイ様の世が訪れるとか言っちゃって。ちょっと大丈夫？まあ首がつながってるだけマシね。匿名のことはバレずに済んだし、幸運だったと思いましょう。そっちは大丈夫？私の心配できるなら大丈夫そうね。分かってると思うけど、私たちの正体が誰かにバレたら終わりだからね。命より重い任務よ。失敗したらもう行き場なんてないんだから。大丈夫？行くわよ。止まって。気をつけて。いい？走って。強敵よ。ふっ、キャッチ。キャッチ、キャッチ。体力減ってない？注意して。
せい。見て。一応確認しとくけど、初任務の手順分かってるよね。手順ってなんだっけ。命より重いって言ったよね。まずは王都に入って歩兵者で新兵として採用されるよう動いて。これは王国の命運がかかった特命。遂げるか死ぬかよ。でも死ぬのは嫌。絶対やり遂げましょう。日が暮れる前に抜けないと危険ね。めげずに急がなきゃ。不安は現実に恐るべき怪物を生み出す。これ私たち妖精に伝わる言葉よ。いつもの魔法をかけてあげる。気休めくらいにはなるでしょ。うん、この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょう。見て、あそこね。行くわよ。種族と三つの国は魔法の恵みに抱かれる大地。ユークロニア連合王国、王国歴785年。ユークロニアは突然の王の死に揺れていた。不安から種族同士はいがみ合い、格差に引き裂かれ、かつて歌われた英雄譚を覚えている者もない。これはそんな世界を塗り替える幻想の物語。しろよ。つるせ、つるせ。違う、俺は何もやってない。嘘つけ二本足の犬め。楽しきで何でもやる奴らがよ。他の者を魔導機の正しからざる使用の咎で死刑とする。うわ、楽
カリパスってだけで言い分すら聞いてもらえないのね。ひどいだろ。あんた、何か恵んでくれよ。うわ、ありがとう。俺には、ちょっと恵んでくれよ。田舎とは違うのよ。まったく。遊びに来たんじゃないからキョロキョロしないで。馬車でも分かったでしょ。あなたと同じ種族なんて一人もいないんだから。にしてもさすが王都ね。いろんな種族が行き交って、田舎じゃありえない。でも決まった種族が幅を利かせてるらしいよ。クレマール族とかルサント族とか。ただでさえエルダ族なんて珍しいから絡まれないよう気をつけて。ねえ聞いた？陛下の話、病気じゃなくて本当は殺されたとか。しっ、めったにこれ言っちゃダメよ。確か王子様の時もそうじゃなかった？襲われたとかって。嫌だわ、これ後目争いよね。勉強で怪物が出たってよ。今度も兵隊を送るらしい。ここんとこ軍はふぬける一方だな。ルイ様が中央にいた頃はもっとビシッとしてたのに。この国どうなっちまうんだろうな。せめて後継ぎの王子が死んじまってなけりゃな。陛下が見まかられたこの一大事にもやはり王子殿下の身に変わりはないか。王国一の聖女ですらも清め得なかった呪い、いかな我らであってもどうすることも。襲撃から早10年以上だ。お体の衰弱ももはや限界か。このようなやり方、殿下はお許しにならぬであろうが、いやむを得まい。殿下を呪い、陛下のお命までも奪ったあの男だけは決して許してはならぬ。軍へと潜り込み、老子に伝令を届けてはもらえぬか。まさかお主に頼むことになるとはな。だがもはや仲間もおらず、他に手立てがないのだ。これは匿名である。よいか、必ず伝えるのだ。しないと。正統後継者の王子殿下がまだ生きてること、それに私たちの正体バレたら終わりよ。骨は拾えないから覚悟して。まずは母兵舎の建物を探しましょう。そこで新兵を募集してるはずよ。いい？警備隊仕様の最新型か。これさえありゃ
ちょっとは上位の魔法が使えそうなんだがな。さすが都会ね。魔導器がこんなに出回ってる。へえ、いろんな形があるもんなのね。魔導器って目の前に並んでるでしょ。人が魔法を使うのに必要な道具よ。まあ田舎じゃあんまり見ないけどさ。けど魔法を使うのに道具が必要なんてあんたたちは不便ね。その点あたしなんか魔法も使えるし、マグロの流れだって見えちゃうし、まあどっちもちょっぴりだけど。ほう、珍しい。妖精にエルダ族の子供か。この辺のものじゃないの。もしそうなら捕まらないよう気をつけることだ。ここの金持ちには小塚が多いから。失礼、私がここの店主だ。魔導器が気になるのか。これなどいかがか。王爵を模した特別な記念品だ。王爵って知らないんだっけ。なんて説明したら。王爵は代々の王が証として受け継いできた一本の爵状だ。天変地異を起こせるようなとんでもない魔法が使えるらしい。要は世界最高の性能を持つ魔導器だな。王はそれを抑止力に国を守ってきたわけだ。けど跡継ぎがいないまま王様が死んだ。そういうことだ。次期王の魔法の加護は途切れない。何しに来たのかは知らない。ここは近いうちに人払うまでだ。覚えておきます。自分の身を守れるのは自分だけだ。肝に銘じておく。なんか妙な天使だったわね。でも確かに気をつけなきゃ。っていうか油売ってられないわ。さ、軍の歩兵舎まで急ぎましょう。向かおう。行ってみましょう。そこが母兵舎ね。じゃあここから先は任せるわ。大した問題は起きないと思うけど。あ、面接で何か聞かれても任務に触れない限りは素直に答えていいから。作り話なんて怪しまれるだけよ。うまく採用されるよう頑張って。じゃあしっかりね。貴族出身？
食うに困らんはずのやつがなんでここに。さては、家が落ちぶれたか。ここでは強さを家柄で測るのか、俺を軍に入れるのか、入れないのか、どっちだ。て、若造め、いいだろう。入隊は認めてやる。だが軍務では長官命令は絶対だ。死ぬことだって任務に含まれる。青臭い坊ちゃんに現実を叩き込んでやる。せいぜいお国のために死んで役立て。貴重な味方を脅して統率か。思ってたより能なしの集まりだな。でも安心しろ、この国は俺が変えてやる。こいつ、言わせておけば。やめとけ。こんなことで医者の仕事を増やすな。て、悪運に感謝しとけ。ほら次、早くしろ。はあ、エルダ族だと。まだ生き残ってたんだな。年は18の孤児か。兵士としてはうってつけだな。志願した理由は何だ。仕事が欲しいだけだ。冷めたやつだな。ま、寝なし草じゃ他に稼ぎ口もないか。で、軍でどういう活躍ができる。得意なことはあるのか。こう見えて力はあります。その細腕でか。とてもそんな風には見えんぞ。最後だ貴様、字は書けるか。書けるならこいつに名前を書くんだ。貴様の入隊を認める。やった。知っての通り、怪物騒ぎやらで人手が足らん。生半可な覚悟じゃ最初の認知で死ぬことになるぞ。では受付の中で装備一式と新兵用の魔導器を貸し与える。受け取っておけ。珍しがって壊すなよ。行ってよし。次。末だ。らしいぜ。あれ、見たこともない怪物だっけ。兵士が足りないのはそいつにやられるからとか。確か名前は人間。よし、次。クレマール族か。
違う、見かけない種族だな。まさかエルダ族ってやつか。こりゃ珍しい。どけ、こっちが優先だ。こんなガキに貴重な魔導機の無駄だろ。たく忌々しい。俺ならもっと手柄をあげられる。こいつはもらうぜ。強いなら奪うのは当然か。なんだてめえ。戦う理由は誰にだってある。列に並べ。ちっ、うるせえクレマール族だ。自分が全部正しいと思い込んでやがる。力じゃ俺たちにかなわねえってのによ。種族は関係ない。これは教授の問題だ。謝れ。俺と、それから彼にも。おい、そこの新兵ども、死闘は禁止だ。ちっ、騒いで悪かったな。大丈夫か。正直助かった。やりたくてやったことだ。気にするな。じゃあな。早死にするなよ。ったく、揉め事はごめんだぜ。ほら、魔導器だ。受け取れ。最近のものは初めからマグラの結晶もついてて、練習次第で誰でもそこそこに魔法が使える。が、一日で使いこなせとは言われねえよ。新入りはまず命の心配してな。それとだ、こいつも渡しておく。これも貴重品だぞ。すっごい、これ地図よ。外は危険なのによく調べてある。確かに軍にしかない貴重品ね。聞け、新兵ども、今日から貴様らひよっ子どもを預かる兵士長のクリンゲルである。知っての通り、陛下が崩御され、多くの兵が国葬を警備する。だが貴様ら新兵風情には荷が重いというものだ。よって貴様らにはまず訓練を兼ねて北の国境近くの砦の警備に向かってもらう。あそこは歴戦の兵士も多い。可愛がってもらえ。よしよし、狙い通り。同志はその北部国境の砦に潜入中よ。今夜はせいぜい最後の安眠を味わっておけ。では解散。かなりの数が集められてる。よっぽど兵が不足してたのね。そういえば潜入してる同士とは初対面だろうけど、あんたの剣を見せれば大丈夫よ。それが死者の証になってるから、向こうの顔は知ってるし安心して。それじゃ明日のために早めに休みましょう。ねえ、起きてる？まだ起きてるよ。ごめん、声かけちゃって。なんかそのいろいろあったから眠れなくて。話には聞いてたけど、いまだにこうも差別されるとはね。大丈夫だった？こんなもんだろう。私はそこまで割り切れないけど。怪物騒ぎも汚れた種族たちのせいだって噂してる人もいるみたいだし、まあ昔エルダ族の集落を焼き討ちにしてきた連中だもんね。昔の話だ。それはそうかもしれないけどさ。けど王子だけは誰でも分け隔てなく優しくしてくれた。その恩をしっかり返さなきゃ。そうだ、あんたがいつも読んでる本、王子にもらったものでしょ。見せてくれない？別にいいけど。気になってはいたんだよね。ありがとう。確か幻想小説ってやつだっけ。実際には存在しない幻想の世界を描いた珍しい本よね。王子が好きそうな話だわ。何何？
若い旅人がその世界を見て驚いたって書かれてるわ。その世界には種族は一つだけ。誰もが互いを認め合い、生まれでの差別など存在しなかった。一つだけ？私みたいな妖精もいないの？まあ種族同士の揉め事は起きなそうだけど、彼らに魔法は必要ない。学びと手技だけで巨大都市を築く。天をつくガラスの塔、闇のない安全な夜、行き交う車、そして満たされた彼らの法には民の命は平等だと書かれている。あ、なるほどね。魔法がなくて種族の争いもなくて命も平等？夢物語って感じだけど、ちょっと羨ましいかも。って、あんた、もう寝てるの？私一人じゃめくるの大変なのに。それじゃ、今日はここまでね。おやすみなさい。休んでなくていいの？大丈夫。今日は君と話しておきたいと思ってね。僕の夢はいつか王国がこの本に描かれた国みたいになることだ。理想世界を描いた小説だったね。うん。どの種族が偉いとか汚れているとか、生まれで人生が全部決まってしまう、そんな世の中は終わりにしたい。この里のエルダ族だってそうさ。君らは何もしてないし、僕をかくまってくれた。なのに火まで放たれて、もう誰もあんな目に遭ってほしくない。誰かが変えないと。大丈夫か？無理できる体じゃ。現実が残酷なのは分かってる。でも最後まで諦めたくないんだ。僕は王子、王様になる者は英雄でなきゃいけない。英雄？辛い時こそ先頭に立って困難を打ち倒す人のことさ。父上から教わったんだ。この国にはかつてそんな英雄がたくさんいたって。だから諦めない。どんな生まれの人でも自分の未来は信じていられる。そんな理想の国をね。笑われるかもしれないけど、きっとできるさ。いつもそうだった。苦しい時に君がいたから、どんなことも乗り越えられた。叶えよう。君ならなれるよ、英雄に。僕だって諦めないよ、どんなことがあっても。
国境の砦で到着まであと1日。忘れないで。じゃあ。新兵を乗せた馬車は目的地へとたどり着く。北部国境の砦、併合戦争の時代、隣国との国境の山あいに建てられた砦である。だが近年、怪物の増加によって王都の守りの重要度は増しており、送り込まれる兵士の数は再び増えつつある。新米の兵士たちは砦へと続く急勾配の坂の手前で馬車から降ろされることになる。着いたか。全身が石みたいだ。おい、そこの若造、戦場で隙を見せるな。国境は平地でも揉め事が起こる常在戦場だ。整数字は伸ばせ。幾多の視線をくぐったこのクリンゲル様が兵の心構えを説いてやる。あれはそう、偵察任務の時だった。付き合いきれん。それより、お前が読んでた本だが、どんなとこが面白いんだ？うまく言えないけど、確か幻想世界を書いた小説だってば。要は理想郷を書いてるわけか。本はそれなりに読んできたが、そんなのは初めて見るな。死んだ国王も、あれで即位したての頃は融和を掲げる理想論者だったらしいぞ。だが途中で投げ出して不可能だと証明しただけに終わった。ドバイ、あの凡人王には荷が重すぎたんだ。貴様、新兵の分際で陛下の悪口か？聞き流せねえな。士気が下がる。ちっ、めんどくさい。言いたいことがあんならはっきり言えよ。あ？今のはこいつの口が悪い。俺か？劣等種のガキ、お前面白いな。まあいい、今回はそいつに免じて許してやるが、あんま調子乗んなよ。文句つけたがりのクレマールさんよ。やれやれ。確かに個人を悪く言った俺も良くない。思ったことがすぐ口に出るたちでな。だがお前とは馬が合いそうだ。まだ名乗ってなかったな。俺はストロールだ。アリア伯レオン・ストロール。お前の名は？という名だ。うん、いい響きだ。嫌いじゃない。身分の違いは忘れていい。新兵同士気兼ねなく行こう。という話があったわけだ。よし、では貴様らひよっこどもには。誰か。俺は兵士か。おい、大丈夫か。何があった。気をつけ。あれは普通じゃな。我が隊の者じゃない。砦の兵士だ。まさか陛下なき今を狙って隣国が反乱を。とにかく全員急ぎ砦に向かえ。私はここで救護活動を続ける。待て、状況もわからないのにか。せめて隊を分けるか、応援を。長官命令である。逆らうのか。反逆罪に問われたいか。臆するな。貴様らも栄光ある王国軍兵士だ。手柄を立てろ。褒美は約束してやる。もうやるしかねえ。
稼ぎたくて兵士になったんだ。これで一気に金持ちだ。よし、行くぞ。くそ、無視もできないか。仕方ない、行くぞ。ねえ、嫌な予感がする。なんていうか、匂いがするの。どんどん強くなってる。おい、どうかしたのか。お前、それまさか妖精か。捕まえたのか。自分の連れなんだ。まあそういうこと。あと呼ぶなら名前で呼んで。ガリカって立派な名前があるんだから。連れなのか。つまりずっと隠れていたわけか。無駄に騒がれたくなかっただけよ。それより嫌な気配がする。下手に進まない方が。ああ、無能な上官に付き合って無駄死にする気はない。先に行った連中を追わず離れてついていこう。お前、魔導器はちゃんと使えるんだろうな。さあどうだろう。使ったことないだろうし、平民だもの、珍しくないでしょ。わかった、とにかく安心しろ。死なせやしない。付き合うぜ。参ったわね。あんたは戦わないで済む予定だったのに。慎重に進んでいきましょう。砦にいる同士の方も無事だといいけど。